でやろうっていう人から来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。私は鴻上対牧島のうんちく対決が聞きたいです。牧島も鴻上も本をたくさん読んでいていろんな知識がありそうですよねっていう、うん、でギノザがついていけない話みたいなのがいいと、うん、どういうことだ、うん、あれでも俺もついていけない、聞いててちんぷんかんぷんだもん。読んだことない難しい本の名前とか作家の名前が出てくるじゃん、うん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 、なんか誰々のなんとかこういうシフトのどうだとか、うん、そうそうそう。桜井さんちなみに、あ、この本の中で読んだことないのこれとこれだって、そうだ、意外と読んでるらしいんだよね、桜井さん。桜井さんすごい、うわー、なんかこれとこれしか分かんなかったとか言って、ね、ちょっと鼻につきますね。そうなんだよ、かっけえなーなんて思います。なんだそれ。じゃあもう一つ読んでみますね、はい。